そして異色の経歴を持つ最年長。取られてるなと思って。あ、全然カットしてもらっていいんだ。かっこいいからだと思います、ね。はい。ドッカンは沸かせてる選手もかっこいいなって思います、ね。観客を沸かせるために北村は自らを追い込む。まずはダンベル50キロを片手でリフトアップ。さらに90キロ以上を持ち上げる。そんな努力が実って完成した美しい背筋。新日本伝統のトレーニング、スクワット1000回。仲間がいて声出したの代わりになりましたね、北村選手ね。今回本当フィンレイ選手に誘ってもらって、本当にもう体を出したいという北村選手。そうですね。あっと同士打ち。ああ、そして相手からも差しですか。さあ抑え込んだ、丸め込んだ。カウントは3つ入った。股間に筋肉がない。持ち上げればいいのかわからないですね。やはり耐えられないところもあるようです。耐えられない箇所を狙っていきました矢野徹。と同士打ち。